宇宙パワーを感じたいと思います。宇宙と通ずるような時の流れが神話があるんですよ。富士王朝があったと記されてるんです。どうもアーノルド・シュワルツネッガーです。はい、どうも新横山由紀でございます。本日はですね、山梨県富士吉田市にある日本最古の神宮、富士阿蘇山大神宮に来ております。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。富士阿蘇山大神宮はですね、今5度目の再建ということですね。まあ、1回目が聖徳太子が一部修正をしたと。で、2回目が鎌倉時代で、3回目が大正時代、4回目が昭和50年頃と。で、5回目に今ですね、ようやくやっと、再建が始まって、全国から集まった有志、地元の方々によって本格的に進んでいるみたいですね。宇宙天地が創造されし時、まず初めに現れまする神の名は、元す始まり大御神。その神を祀る日本最古の神宮が富士阿蘇山大神宮であると。はあ、はい、非常にね、珍しい見柱鳥居が見えてきました。木津橋、神様は真ん中を通りになると言われておると。男性はヒノキが多いので左の水の木を足すために、女性は水の木が多いので右のヒノキを足して登ると。その時に木の流れの違いを体験していただけると。ちょっとね、階段を登る、左か右かでその木の感じ方が違うみたいなんですね。男性は左かな。ちょっと登ってみましょう。おちょっと右の方に行ってみますか。あ、なんか違うような気がする。あ、右の方が重いのかな。見柱鳥居ですね。この真ん中に立つとすごいエネルギー、宇宙パワーがね、もらえるそうです。はい、見柱鳥居のね、真ん中に立って宇宙パワーを感じたいと思います。宇宙パワーいただきました。良縁結びということですね。無限大を歩くだけで体の気の乱れがね、調整されるということで、ちょっとこのね、無限大の道を歩いていきましょう。気のね、流れを良くして良縁を結びたいと思います。やっぱここはちょっとね、宇宙と通ずるような気の流れが違うんでしょうね。これで良縁が訪れます。元す始まり大御神様、富士阿蘇山大神宮すめ大御神様、二杯三拍手一杯、一杯四拍手一杯。ちょっとね、僕も参拝したいと思います。富士阿蘇山大神宮はですね、雑誌のムーでね、紹介されたり、あと都市伝説の YouTube コヤッキースタジオなんかでもね、紹介されたりして、結構ね、人気のスポットなんですね。パワースポットとしてね、すごい全国各地から参拝客がね、訪れております。はい、またね、ちょっと不思議なスポットを見つけました。こちらなんですけども、大地の親神様につながる聖域になっていると。
ここでは大地の偉大なるエネルギーを感じていただけますと。で、一説に地底王国チャンバラにもつながっているらしいです。もうこの石なんでしょうね。あんまね、触らない方がいいかな。触ってもいいのかな。はい、こちらですね、都市伝説が好きな方、都市伝説マニアとか、都市伝説に詳しい方にとってはね、結構有名な場所なんですね。富士阿蘇山大神宮は、日本書紀とか、古事記とか、全くね、載ってなくて、全く違った神話があるんですよ。で、そういったね、もうすっごい古い書物が残ってるんですけども、神武天皇が日本をね、治める。もうそれよりも遠い遥か、もっともっと昔、200万年以上前の古代文明の頃に、富士王朝があったと記されてるんです。まあそれがね、やっぱ都市伝説っていうことなんですけども、じゃあなんでね、で例えばそれが、その書物がね、偽物だったとしてね、いやわざわざなんでそんなものを作ったのかっていうところがね、まあ、疑問なんですよね。やっぱそういうね、古い古い歴史があるからこそね、なんか神秘的だったり、ちょっと宇宙のね、エネルギーを感じ取ることができるんでしょうね。まあ、日本最古の神宮ということです。はい、ということでですね、富士阿蘇山大神宮に行ってまいりました。それじゃあまたねー。じゃあねー。いい夢見てねー。じゃあねー。